はい、これも2週間に一度交代ということになります。それからですね、ちょっと明かりが見えるところです。先ほど申し上げましたように、そちらは埼玉県の伝統工芸品が展示してございます。それが奥でちょっと見えませんけども、今八木天水先生という先生の和紙絵